DC ユニバーサルラジオプレイリスト、ラジプレイ。皆さんこんにちは。アニメ音楽ライター住川隆一です。 NBC の上田です。 NBC 中西です。この番組は NBC ユニバーサルからリリースする最新楽曲やアーティスト、アニメなどさまざまな情報を毎週お届けしていきますと、はい、いうわけでございまして、いやまあね、もうこれ、6月に入ったんだ。入りました。5月さ、もう結構ね、まあちょっとしつこいぐらい言いますけど、3月大変だとか、4月もね、クリップがあって大変だとか言って、うん、5月も5月で大変でしたと。そうですね、6月になって少し我々はね、体は開くのでしょうか。開くでしょう。開くか。いや、この6月1日ね、これが放送されてるとき我々はどうなってるか。まあでも一応ね、放送上は、はい、放送上はまあある種リリースラッシュも終わり、そうですね、ある種ちょっと一旦平穏を取り戻し、もちろん6月にもリリースはたっぷりあるが、平穏を取り戻して今週は通常回を行うと先週予告して断言しましたね、はい、出ました、まあ、我々の進化が試される、はいはい、俺たちのクソ面白くないところが、いやいや、もう僕たちももう喋りのエキスパートですよ。調子良さそうですね。はい、絶好調です。今日はいける、はい、ね、その由来を後で聞くけど、はいはい、元気そうな何よりです。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、まああとはまあそのトピックとしては、うん、一応ね、ラジプレイチャンネル作りましたよ。そうだよ、ね、うん、順調ですね。なんか今のところね、うん、2ライン走らせる、はいはいはい、NBC ユニバーサルアニメミュージックの公式チャンネル、うん、そしてラジプレイチャンネルで同じ内容をお届けしてますと、はい、いうので、もう結構ラジプレチャンネルの方にも人来ていただいてね、うん、で、まあ、NBC の方のチャンネルも、うん、はい、もちろん大盛況となってますが、うん、ね、我々もちょっとこれからね、はい、ラジプレ、はい、まあ、今ねちょっとね、実家を週末実家に帰ってる人みたいな感じ、そんな感じですね。週末実家に帰る、はい、まだ独立しきれてない感じが、そうそう、ね、週末はなんか洗濯物持って、そうです、ね、お母さんのご飯を食べにみたいな、味噌汁飲みてーなっていう状態今。そう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 、まあね、いつになったらお前ねって、うん、一人出しできるんだいってっていうね、お母さんに言われてる、はい、状態ですから、はい、まあ、まだまだね、はい、もうちょっと素でかじらせてもらいましょう。でもあれよ、100人超えたぜ。いや、素晴らしい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、引き続きね、高評価、うん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。言ったね、高評価、チャンネル登録、これは言っとかないと、はい、登録していこう、はい、行きましょう、はい、行きましょう、うん、さあ、というわけでございまして、はいはい、今週のラインナップでございますが、通常回と申しましたが、うん、NBC のアーティストからコメントが多数届いてるようで、わお、そうね、もうね、上田明兄さんが、はいはい、駆けずり回って、はい、テレコを回しまくったテレコを回しまくったという、はい、はい、というわけでね、なんとね、柳凪さんと南條佳乃さん、はい、そして黒崎真央さんからも、うん、コメントいただいておりますので、こちら後ほどね、お届けしたいと思います、はい、さあ、本日のオープニングナンバーをお届けしましょう、こちらね、かけてなかったのそういえばっていう感じで、うん、先日まあリリースされた、楽曲でございます。柳凪さんのね、新曲ですね、はい、はい、配信でリリースされております。こちら聴いていただきましょう。柳凪でブランチ。ひとつまだマトロムシが日にぽつりにじむ
はい、柳なぎブランチ聞いていただいてます。はい、というわけでね、まあ、はい、なぎさんもね、うん、後ほどお話ししますが、10周年記念ライブ、はい、ラウンドバウト、うん、まあ、シリーズが続いてるよっていうところで、そうですね、はい、まあ、結構兄さんもね、もちろん、ね、うん、帯同してて、そうですね、ずっと言ってますね、まあ、なのでね、毎回毎回やっぱりゲストも変わってるから、そうです、そうです、趣向もちょっとそれぞれ違ってくる、うん、なんかなぎさんの方で、ゲストさんに合わせてその時のテーマを決めてみたですね、なるほどね、まあ、この後もねもちろん続くのでね、はい、お楽しみということで、はい、ぜひぜひね、今後の、まあ、10周年イヤーをね、はい、こちら駆け抜けている、うん、柳凪さん、こちらチェックしてください。はい、はいはい、柳凪でブランチ聞いていただきました。 NBC ユニバーサルラジオプレイリスト、ラジプレ。改めましてラジプレ MC の住川隆一です。 NBC の上田です。 NBC 中西です。はい、というわけでございまして、6月に入りましたということで、はい、まあこれ、ね、収録してるのは、まあ、例によって5月なんですけど、はい、はい、まあ近況どうですか的なね、まあ、中西さん的にはナスオさんのね、まあ、リリースしたばっかですね、ナスオさんと中島さん、まあ、式守ペアですかね、うん、はいはい、がリリースしたばっかですよっていう感じで、まあ今両アーティストともにリリースイベントやら何やらを駆けずり回ってるっていうぐらいの感じですかね。ね、だからNBC のツイッターとかも見てると、もうにぎわってにぎわってね。そうね。で、中島さんのツイッターもそうだし、那須さんのツイッターもそうだけど、もう常に情報がなんか、ね、ガンガン、あ、やっぱこれリリース。なんかしかもね、まあ、注目タイトルっていうのだけあって。はいはい、本当にどんどんつぶやいていかないと、うん、どんどん他の情報にやられてしまいます、ね、そうね、タイムラインって恐ろしいよね、はい、本当にですよ。だからもう本当そういった意味ではね、まあ、まあまだまだリリースされたばっかですから、はいはい、ハニージェットコースターとウッドブルそれぞれね、うん、はい、チェックしていただければと思いますが、はい、そして兄さんは、うん、近況的にはなんか、うん、なんかね、なんかね、香ばしいだろ、なんかね、ちょっとね、うん、香ばしさと、はい、あとなんか腕がね、異様な焼き方してるんですよ、うん、入れ墨妊婦みたいな、あ、入れ墨妊婦みたいな、ゴールデンカムみたいな、本当だ、ゴールデンカムのあれみたいになってる、皮むけてきてるぞこれ、はい、いやー行ってきました。ちょっと代休をいただいてですね、土日やっぱり出勤が増えてたんで、うんうん、代休取りなさいって言ったんで、ふもとっぱらキャンプ場に行ってました。いやー、代休でキャンプなんて理想ですね、はい、ね、空いてていいね、平日のキャンプ場は、うん、うん、で、ふもとっぱらですから、はい、富士山の、ね、が見える、はい、もうだだっぴろい、もう、あそこで長渕剛がライブをやったという、ふもとっぱらでライブをやったね、あそこですよ。あ、僕もね一回行ったことあるんですけど、うん、富田明宏くんと2人で、はいはい、うん、ドッパラでキャンプしよう、あそこ最高ですよね、ね、本当だだっ広かったね、うん、で、あれでしょ、某ゆるのおーおーね、おーおーみ、うん、あ、ね、うん、だみたいなねそうでっけんのしっぷんね、まあそんなお客さんもいたみたいでね、うん、でも本当綺麗なとこでした。いやね、で、それで、ハーレーを乗って、うん、愛車のハーレーを乗って、そのふもとっぱらから、ここに来たんだよね、今日は。いや、一度帰ってるよ。あ、一回、一回、一度帰ってるんですね。シャワー一応浴びてきた。だって臭いからもう、ね、いや、どっかで風呂でも入って、うんうん、で、経由して、またこう入ったのかな。いや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 、あんなね、荷物満載のバイクでここ来れないっすよ。近くにね、スーパー銭湯あったし。なるほど、じゃあ、まあでも、だから今日、なんかすごく、コンディション良さそうなんですよ。そう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 。でももう一周回ったコンディションの良さだから、はい、もはやどっかで、ね、どっかでこけたら総崩れですよ。ガクンともうテンション落ちてっちゃう。もう今ギリギリの線を保ってます。だからもう今って、ね、うん、今日まあ言いますけどこれ2本撮りですから、はいはい、次2本目もう喋ったと思う。申し訳ない。今もう喋るの止めたら死んじゃうよみたいな感じで、とにかく今日は喋るよ、喋ってね、はい、ね、もうリスナーの皆さんもね、お気づきかと思いますから、はい、これが通常回です、はいはい、このすいません親父のためにで、通常回のクオリティがこれっていう、はい、出ましたね、はい、ね、いや、ちゃんとね、この後、うん、アーティストコメント来るから、うん、やるよ、仕事するよ、ね、アーティストコメント来るからさ、うん、最後までね、はい、ここで諦めずに最後まで聞いてくださいね、はい、はい、というわけでございましてね、メッセージ、はい、紹介しましょう、いっぱいいただきましたね、はい、ね、こちらは、フリップサイドの第3期、うん、はい、フェーズ3の特集会ですね、うんうんうん、先々週なのかな、なりますね、うん、こちらの、まあ、コメントすごかった、うん、ね、うん、フェーズ2最後 の、 そのファイナルライブの、うん、回放送回も、はいはいはい、ものすごい再生数で、うん、ラジプレ初の1万超え、1万超え、
ね、出るのすごい、うん、そのうちの一人が南條さんだ。そうなんですよ今日私聞いたよって言われたもんあれよあれよ、あれよ、南條さん聞いてたんだ。そう、もっと褒めてよすごいですね、やっぱ欲しがりますね、はい、終わってもなお欲しがりますね、いやもうちゃんともいや褒めるところは褒めましたし、はい、いや偉大なね、はい、もう素晴らしいライブでしたよってことで、最高でした、本当本当、はい、っていうね、まあ南條さんも聞いていたという、はい、前々回のね、うん、こちら、感想が来ててね、はいはい、あラジプレイ39聞きながら画面の瀬戸に見つめてまたうるうるしてやべーってユミさん、うん、ですね、あとはリュウジさんレベル2323歳かな、今日ラジプレ生放送生配信聞いてフリップサイドフェーズ3大特集始まった時に、うん、3人でのインタビュー聞いてフェーズ1、2の今までの音楽への思いを引き継いで、それをフェーズ3は最初は不安なことだらけ、でいっぱいかもしれないけど、ぜひライブで頑張っていただいて今後も頑張ってほしいですね、ありがたい、楽しみですね、うん、やっぱりね、皆さんなんか、フェーズ3も、ファンで愛して、はい、そこからフェーズ3にもうちゃんと、まあ、同じく応援しようという気持ちが現れているような、うん、こちらお名前だったりとかね、はい、する方が多いので、うん、本当にでもねすごく、あと発売日も、うん、兄さん結構お店回られてましたよね。そうですね、秋葉原行ってました。そうそう、NBC ユニバーサルの公式ツイッターあるじゃないですか、うんうんうん、アニメミュージック公式ツイッター、はいはい、でそこで結構つぶやかれてたんですけど、はいはいはい、もうね、これ誰だっけな、佐藤さんとなんか話したのかな、うんうん、なんか真島亮とかともなんかいろいろ話したんですけど、うん、一目で見て、うん、上田晃のツイートと分かる、そうマジでなんかさ、そうなんです、ね、何なんだろうね、中西さんも中西さんで分かるんだよ、うん、あそう、すごくなんか中西さんはなんか元気で発売ですみたいな、はいはいはい、上田晃のまずはなんかちょっと母親の書き置きみたいな、あそうね冷蔵庫にあるからチンしてねみたいなね、そうそうそうで前後に多分何かしらメッセージがあるんですけど、それ全部はしょられてくるんですよねそうなんですよ、結構回られちゃったよね。でも言われる、やっぱそのツイッター見てすぐ分かるって、うん、でもう何なら名乗ってくれればかぶせられるってまた G 間違ってるよとかね確かにね、うん、アーティストから誤植指摘されるツイートでおなじみの、はい、そうなのよ、俺結構サさん上さん G 間違ってますよ埼玉スーパーリーナになった埼玉スーパーリーナわらわらってメールが飛んでくるっていうね、最高ですね、はい、いやーでもなんか本当ね、まあそういったツイッターもまあ本当にその発売日のね、はい、投稿とかもね、うん、なんか本当結構お店品切れしそうぐらいもうね、だいぶいい動きしてたなと思って、うん、やっぱねその3期になってまあね、アーティストの皆さんもねしっかり頭からきっちりやってられてると思うんで、俺らもなんかちょっと初心に帰ろうかなと思って、うんうんうん、よくね店回りしてたよね、た発売日ね、はい、そうなのでちょっとそんな気持ちで秋葉を待ってみました。そうですよね、だってね本来はねお店回りできたけども、最近は本当にあえてやらないじゃないですか、うん、ね、なかなかやっぱコロナ禍っていうのもあったし、そう、ね、っていう、そうね、だからそういったのいいですね、うん、なんか久々にっていうのはちょっとなんかグッとくるもんがあるなね、やっぱ店ね、うん、店にバーッと並んでるの見ると、うん、一つのこうなんか仕事のこうなんかね、うん、形だよ ね形として見えるから、うんうん、ねいいですよ ね通販だったりもちろんアニバーサル、うん、で購入するのももちろんね、素晴らしいことなんですけど、はい、お店をね見に行くってちょっとね、はい、そうね、いいですよね、はい、で他にもね、はい、こちらは、はい、おなじみのトーチさん、はい、ありがとうココアディックバーハッシュタグマジプレこれも来たな、これも上田公文なんですよ、ね、皆さんね、かこれが上田公文です、うん、それで一冊参考書ができるメソッドがあるんです、ね、上田公文これ文字読むの嫌なんだ、めんどくさいからね、あとね、うん、一応追伸でまだまだいっぱいいろんな作品送ったから、はい、いっぱい流れて知らなかった人たちもいっぱい聞いてほしい、いっぱい何回書くんだこいつこいつ言っちゃうんだよ、いっぱいいっぱい、まあ、からもらってるいっぱいね、そうだから折を見てまたちょっとご紹介したいんで、はい、ぜひともよろしくお願いします、ありがとうございます。はい、というわけでね、こちらねメッセージ、大募集しておりますよ、ぜひぜひ皆様ね、こちらラジプレアットマーク NBCUNI.com でございます、はい、ツイッターはねハッシュタグラジプレひらがなでラジプレ、 YouTube のコメント欄もご活用くださいと、あとねおしばあさんね、うん、こちらもぜひぜひということでございますので、よろしくお願いしますよ、ほんとちょっと最近ね、うん、しぼみ気味だからちょっとね、うん、だいぶ皆さんなんだろう心にしまっといているものばっかりだと思うんですけど
それを、文章にしていただいて送ってください。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあそんなおしばあする、はい、やりましょうか。ねえ、せっかくだから、うん、もうどんどんうちらからもどんどん発信していきましょう。やりましょう。中西さんあります？行っちゃいますか。お、うん、行っちゃいましょうか、中西のおしばあさり、うん。まあでもちょっとね、いろいろ、うん、まあ皆さん多分そういうのいっぱいあるし、はいはい、どれをかけようかなと思いつつ、まあ結構そのある種のキャラソンとかネタ曲的なところも出そうかなと思ったんですけど、ほい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 、あえてちょっとど真ん中行こうかなと。うん、ね、ことこさんのね、うん、シャルシェ。おお、やった。これは僕が担当して初めて、うん、いわゆる担当したことこタイトル、おービーイングの次かな、うんうん、ちょっとマリア様が見てるの、はいはいはい、サードシーズンの、ね、主題歌、はい、だったと思うんですけれども、これは本当にいいですよね、うん、いやもう、まあ、マリミテはね、ことこさんはマリミテ2曲、そうですね、これシャルシェと綺麗なセミツカですね、マーティーフリードマン、ね、マーティーですよ、で作詞はどちらも、原作者の近藤大先生、近藤先生でした、だからすごい素敵な歌詞ですよね、うんうん、なんかちょっと、まあ、もちろんアニソンでいうところですと琴子さんがまあ歌詞をね、うん、よく書かれますけども、うん、近藤先生のやっぱりちょっとなんかあの美しい文体みたいな、うんうんうん、なんかその二枚貝が吐き出したとか、ね、うん、ああいう描写なんかすごく素敵です。また琴子さんのね、そうですね、合ってる感じで、そう、シャルシェもそうなんですけど、うん、当然その思い出の一曲なんですけど、ちょうどそのシャルシェが、出た直前にやってたツアーで僕初めて琴子さんを見たんですよ、どう思った？いやだからすごくて、すごくてっていうのは、うん、打ち上げがすごくて、やっぱそこ行くのかすごいね、パフォーマンスじゃねえ。いやだから初めて行くわけじゃないですか、まだこの前減ったばっかりの中西ですみたいな感じで、でわーわーわーね、お酒は好きだからわーわーね、楽しむんですけど、もうテーブル中に並んでるあの日本酒のとっくり、まあまあ今じゃね、あまり打ち上げってこうちょっとね、自粛してるところもありますけど、あの当時特にあのファイナルがもう今はねないですけど、新木場のスタジオコースで、はい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 、とにかくまあもう満帆でね、うん、で終わった後その握手会とかもなんかやってたんじゃないかな、うん、なんかそのぐらいやっぱ精力的にやってた時で、うん、でその後の打ち上げなんかまあツアーが20カ所その当時最長のツアーだったはずなので、まあ、みんなすごかったわけですよ。なるほどなるほど、当時のチームね、メイクさんとかね、うん、バンドも含めそこに入ったペーペーの中にもうやられちまいました。 あそこからジェネオンコですっていう感じ。おー、もう洗礼だ、うん、まさに素晴らしいですね、僕じゃあ何シャルシェを聞いたら思い出す思い出すむしろほらね、横浜アリーナとかそっちの方思い出して、はいはい、ね、まあそこでね、まあ、本当スールの人力かけでしょ、ロサリオ、この子さんからロサリオかけてもらって日本酒、日本酒すごい、おちょこついたやつ、おちょこついた、おちょこついたのだよ、マリア様の像の前でこれはね、誰かに怒られると思う、怒られると思う、マリミテファンからも怒られると思う、そうそうね、いや懐かしいな、いやいやね、なんでまあちょっとね、早速ね、皆さんに聞いていただきたいと思っております、はい、ではですね、ことこさんのシャルシェ。
西さんの推しバーサル、琴子さんでシャルシェ聞いていただきました。 NBC ユニバーサルラジオプレイリストラジプレ。はい、というわけでございまして、ここからは特集のお時間ですが、その前に NBC ユニバーサルの新譜情報です。はい、新譜情報ですね。6月に入りました、まあ、6月は2タイトルですかね、22日に琴子さんの、電波ソングアルバムスイートサイクロンイエイが出ます、はい、で、同じく6月29日に、はい、ヘリカルさんのですね、ようやくアルバム、そうですね、ついにアルバムです、うん、解放区というですね、アルバム、はい、フルアルバムがリリースされるでございます。で、7月に入りますと、まあ、浦島坂田線のアルバム Tonight が出て、これも初めていう情報ですかね、同じく7月6日にですね、7月の新番組の話題作、うん、テレビアニメリマドールのですね、オープニングテーマ、ピントインメロディとキャラクターソングアルバム、うん、ショーアップがリリースされてます。早いな。ちょっとじゃあ7月は結構モリモリね、まあ、特にこのプリマドールはね、注目作、まあ、キーとね、シーさんとやってる作品ということで、で、何よりも宣伝担当が、カリオくん、やったー、カリオさんですよ。また呼ばないと、ね、呼ばないね、来てほしいですね。カリノでキーか、これは何かあるな、はい、そうですね、これは何かあるですよ。ちょっとね、プリマドール特集もいずれやると思うので、ね、はいはい、お楽しみに。さあ、というわけでございまして、ここからは本日のメイン企画、特集コーナーでございます。こちら、NBC アーティストコメント祭り。祭りなのか？祭り。さあ、ということでね、アーティストの方々からコメントをいただいたと、はい、上田特派員が、特派員頑張ったよ、ね、いろんなところにお話をね、はい、聞いてきてくださいましたので、はい、まあ、早速ですが、行きましょうか、はい、うん、早速はですね、こちら先日ね、柳凪さんの、はい、ライブのバックステージですか、うんうん、そうですね、でお話を聞いていただきました、はい、柳凪さんと南條芳雄さん、すごいだろう、お二人、もうこれすごいですね。ちょっと当日ブッキングですよ。すげえな、電撃ですね、本当に。なんか見てたらこの二人の声欲しいなと。そういやさ、ちょっと終わった後声のコメントいただけませんっつって快諾してくれました。素晴らしい、ありがとうございます。これは上田さんのね、人のなせる技ですね。そうですね、ありがとうございます、もうね、キャンプ行ってね、はい、その後キャンプに行ったのかどうか。はい、というわけで、じゃあ早速聞いていただきましょうかね、はいはい、柳凪さんと南條芳雄さん、お二人のコメントです、どうぞ。はい、ということでございまして、本日はですね、柳さんのライブに南條さんが、ゲストで出演されたということで、ありがとうございました。感想を伺いに参りました。はい、はい、ありがとうございます。ね、いや本当に南條さんがゲストに来てくださって、なんかいつも以上に多分お客さんの笑顔がはじけてて、マジで、はい、もうみんな心からニコニコしてるなって、あの南條さんの去り際のどうもお邪魔しましたみたいな感じ、あれがいいですよね。近所のおばちゃんから来たって感じよね。いやもう大木さんね、10周年イヤーということでおめでとうございます。ありがとうございます。ライブにね、ゲストで呼んでいただいて、一切は物語ね、歌わせてもらったけど、5年ぶり、そうなんですよ、実は、ね、5年も前を経った時から立ち上がっていた、ね、びっくり、それもびっくりだったし、あとはうちの楽曲から君の隣私の場所、合ってる、ちょっとね、私の場所、新曲とね、タイトルが同じです。ステージ上でボヨヨってと、なぎさんの恵みの雨、一緒に歌わせていただいて、いや、すごい楽しかった。ありがとうございます。私ももうずっとニコニコしてました、ねえ、いやもう YouTube チャンネルやりたいんだよ、やりたいです。ゲームをやりまくる、そう、ゲームを叶いますよ、ね、叶いましょう、ね、ね、絶対やりましょう、やりましょう。すごい楽しかったです、ありがとうございました。ありがとうございました。見れない、伝わらない。はい、というわけでございまして、凪さんと南條さんのコメント、聞いていただきましたが、いいっすね、なんか、豪華、なんかすごいリッチな気分になりました。そう、さっきやっぱ兄さんが言ってたこの二人のやっぱ声を聞いたらってなったら、はいはい、確かにこのお二人の声がこうなんですか、並ぶというかマイクリレーする感じ、そう気持ちいいですね、やっぱ、なんかマイナス4感がすごい、すごいよね、癒されちゃうよね。いやでもその、ライブでございますけども、先日行われた、はい、まあ、凪さんのいわゆる10周年記念の、ね、連続、ライブ
企画ですよね、はい、10ヶ月連続企画で、これがボリューム3、うん、で、6月に、今度は石原かおりさんを交えたボリューム4、うん、そして、ボリューム5が相田理香子さん、はい、ゲスト、そこまであの情報出てます、はい、ぜひ皆さん、いやお褒美くださいと。だからもうそういったね、さっきもねちょっとあの冒頭に聞きましたけど、やっぱその凪さんが、うん、まあ、自分の10周年ではあるんだけど、うん、それにまつわる、まあ周囲の人たちの年齢をお招きして、はい、だからそのある種、ね、自分が主役でももちろんあるんだけど、うん、10周年のただそれをなんかお招きして、そう、ね、おもてなしする側みたいな、ね、毎回あの例えば今回では南條さんの曲に凪さんが乗っかる、うん、凪さんの曲に南條が乗っかるみたいな、で、今回は、一切は物語という、まあ、あのリリースされていた楽曲を2人で4年ぶり、そっか、NBC フェスの時にやって、4年ぶり4回目って言って、4年ぶり4回目、甲子園みたいですね。でもなんかそう考えると、うん、まあ、もちろんね、そのもう凪さんだったりすると、はい、まあ、その前にあったね、シックスライトの、はいはい、コラムもありましたけども、うん、あ、本当にやれる機会ってそうそうないじゃないですか。ないです、うん、こういうのってすごいなと思うのは、うん、ね、なんか、まあ、こういう機会だからこそ、まあ、ゲスト、まあ、こういうねゲスト会があるっていうライブだからこそ、まあ、実現できたようなパフォーマンスでもあるじゃないですか。そう考えるとやっぱりそのご自身の10年をこう歩みながらもその周りの人たちを巻き込みつつその10年の歩みが分かるみたいな、はいはいはい、そうだってそれこそさ、その次の石原さん、はい、石原さんももちろんあの楽曲提供を、はい、さんがしてるんですけど、はい、ね、うん、やっぱりでも夏待ちじゃないですかってなるんでしょう ね, ね、夏待ち、まあまあ、同じ作品ね、まあ、石原さんが演じた、はいはいはい、作品に凪さんが楽曲を、まあね、歌ってるって、はい、だからそういう縁を ね, そうですね、積み重ねっていうのがこの10ヶ月連続というかね、はい、うん、あるのかなと思いますし、いやでもそれを見るとやっぱね南條さんとっていうのは本当繰り返されますか、スペシャルな。そうね、実は、うん、あの武道館の、うん、武道館で行われたリサニライブさんの楽屋、うん、そう、凪さん出てて南ちゃん出てての日に、うん、あのステージでは別に絡まなかったんだけど、うんうん、楽屋行ってちょっと帰りは挨拶してみたいな、うん、あれ見ててやっぱコメントもらってこなきゃいけなかったんだろうなってちょっと思ってた時に、うん、はいはい、このお話ライブあったから行こうと思って、いやーさすがに本当にこのね、うん、コメント取りに行く力ですよ、うん、はい、コメントを取りに行く力、コメント力じゃないの、はい、取りに行く力です、はいはい、コメント力はあのその炎上人たち、はい、そうですね、はい、うん、なんかそう考えるとさ、うん、まあ、もちろんね6月に入ってもライブがあるし、はい、もちろんリリースもあるし、うん、そういった意味ではなんかね兄さんもまたちょっといいのところ駆けずり回って、そうですね、まだまだなんかいろんな現場があるんでまたいただいてこようかなと思っております。うん、本当スペシャルなコメントいただきました。はい、本当にまあね、凪さんの10周年というのもね、うんうん、まあ、ぜひぜひ、ね、お祝いして、はい、しつつですけども、改めましてね、はい、10周年記念ライブラウンドアバウト、はい、ボリューム4が6月に行われ、6月26日ですね、はい、行われます。これが石原かおりさんがゲストに迎える、はい、で7月31日のボリューム5、はい、これが相田理香子さん、はい、相田理香子さんは凪さんの大ファンなんですよ。めちゃくちゃファンで、でティアードって曲を凪さんが提供してっていうぐらいなんですけど、なのでちょっとそれも大ファンの凪さんの一緒に出演者ってどうなったのか、ね、それはそれで、見物じゃんなんじゃないかなと思います、はい、ね、後々のそのそれ以降のライブのうちとどんなものなのかお楽しみってことですね。はい、はい、というわけでございまして、改めまして凪さんと南條よしのさんコメントいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあですね、というわけでございまして、まず1曲聴いていただきましょうか、はい、その楽曲を聴きましょう、うん、南條よしのフィーチャリング柳凪で一切は物語。
女用紙のフィーチャリング柳凪で一切物語聞いていただきました。さあというわけでございまして、こちらね南條さん凪さんの、うん、コメントの後は、うん、もう一方おっとまだいるんですか、コメントいただいております。すごいなすごいですね、うん、どうしたんですか、中頑張ったよあなたが取りに行ったんですよ。ファンの皆さんがね、ラジピのファンの皆さん、やっぱりアーティストのね生の声聞きたいだろうなと思って頑張りました、うん、さあ、はい、というわけで上田さんが取ってきてくださいました、はい、続いてのコメントはこの方ですね。ね、もう我々の VIP 会員ですよ、はい、もうラジプレ VIP 会員の黒崎真音さんからコメントをいただいております、聞いていただきましょう、どうぞ。はい、ということでございまして、本日は5月14日、黒崎真音さんの FC イベントの崖にお邪魔しております。はい、黒崎真音です。皆さんこんにちは、こんばんは、よろしくお願いします、ということでございまして、発表事ありましたね、はい、ありました。本当に久しぶりになるんですけれども、 3,4 年ぶりにワンマンライブを7月31日にやらせていただくことになりました。場所は渋谷スポティファイオーイーストとなっております。よく言えた、名前が変わったんですねはい、はい、どんなライブにしたいですか？そうですね、やっぱりフルバンドでのワンマンライブって本当に久しぶりなので、うん、今こそ暴れるべきかなという気がしているので、やっぱりまあガンガンそのライブハウスの良さも出していきたいですし、うんうん、その距離の近さみたいなところを、うん、改めてこの離れていた距離が、はいはい、時間も長かったので、うん、その距離をね縮めるような、はい、ぐっと凝縮したちょっと強めなライブにしたいですね。なるほどね、はい、分かりました。じゃあ、うん、ライブに向けて頑張って準備していただいて、はい、盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきます。またライブ終わりにまたコメントいただきに上がると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もう皆さんがびっくりするようなとんでもない黒崎真を見せようと思ってますので自分でハードル上げてる、上げてるね、上げてるね、上げまくっておきましょう。はい、ぜひお待ちしております。はい、ということで黒崎真さんでした、ありがとうございました。はい、というわけでございまして、真音ちゃんからコメントいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんか久々になんか、まあ、コメントいただいたっていうのもあって、うん、なんか久しぶりって感じがすごいしますね、うん、確かにね、うん、僕もねお会いしたのかリスアイライブで、あ、うん、なんか来てらっしゃった、あ、うん、まあ、それでもだいぶご無沙汰、まあ、1月だね、うんうん、ちょっとそこでお話はしたんですけど、まあでもいよいよ、まあ、このね、お話しあったね7月にこの行われるライブ、はい、リブートですから、ね、タイトル再起動ですよ、はい、いやでも本当まあそのライブ活動っていうのをね、うん、ちょっと新たに、いや、そうですね、新規点というところもあってっていうので、まあでも本当に今ご本人もそのライブ活動もねぼちぼち始めて、うんうん、よりまたねちょっと新たにっていう、ね、そうですね、なんかいろんなことを言ってたんで、まあいろんなまた表現の仕方出てくると思うんで、ちょっと注目しておいていただければなって感じですけど ね、うん、でもなんか確かにそう考えるとね、はい、まあ、もちろんね我々のラジプレにとっては、ね、うん、ロゴ作ってくれたりとかさ、はい、で、でもちろんゲストに来ていただいたりとかもしたし、うん、ね、でまあ、本当去年末か、はい、去年末にもちょっとねインタビューさせていただいたりとかね、そこでもいろいろお話を聞いたりもしましたし、うん、まあやっぱねやっぱラジプレとは切っても切れない、はい、ね、またねゲストも本当に来てほしい、うん、来ていただきたい、ね、うん、いやでもなんか本当ねすごく元気そうっていうのが、ね、ね、すごいなんかやっぱり、うん、もう多分ね楽しみなんでしょうねご自身も。そうね、この日は事務所の移籍とこのライブの、うん、発表があったんですけど、うん、ちょうどそのファンクラブの会員さん限定のイベントだったんですけども、うんうんうん、とか本当新規行って頑張りますっていう前向きなビームがバンバン出てましたね。素晴らしい、うん、だからなんか本当このねさっきもコメントにあった通り、はい、なんでしょうこのさスポティファイオーイースト、はいはい、ね、まあ、馴染みの深い会場でもありますから、ね、そうですね、このオーイーストですとは、はい、ね、暴れ散らかしちゃう感がちょっと出てましたね、うん、なんか本当ね楽しみだな、ね、それは、まあぜひぜひね、はい、こちらもね、まだちょっとチケットの詳細は今のところ出てませんが、オフィシャルサイトで、はいはい、随時多分ね、はい、出ると思いますのでご確認ください。はい、はい、というわけでございまして黒崎真音さんからの、コメントいただきました、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、はい、コメント祭りでございました、はい、うん、ね、引き続き、はい、皆さんにも、ね、1年間でどのぐらいコメントが来れるかというのが人事の査定評価に入れられると一番いいんですけどね。いや、そうなってくると、うん、もちろん皆さんにも、ね、もう引き続きお願いしますし、はい、そうですね、ちょっと僕まだ貢献してないですね、ね、
だって、だってまださ、もう担当してるアーティストの那須さんもいますけど、あと暴れ馬いるでしょ。そうだ。暴れ馬がいるじゃないですか。暴れ馬はね、今もう出てますけどね、あの、はいはい、8月あたりにおそらくリリースがあるので。はいはい。いや、そうですね。セカンドシングルの。ご本人が言ってるんですよ。セカンドシングルって。いちこちゃんが本人が言ってるんですよね。シングルのリリースが。リリースが控えてる。そのリリースがあった暁には今後撮ってまいりましょう。はい、ちょ、サイズ系取りに行きましょうね。そうですね。ちょっとリリーブやりましょうって。はい、というわけでね、まあ、引き続きね、こちらアーティストコメントをね、どんどんご紹介していきますので、こちらもお楽しみに。はい、ではですね、こちら1曲、もう1曲聴いていただきましょうか。はい、黒崎真帆さんの楽曲ですね。はい、はい、黒崎真帆でメモリーズラスト。黒崎真帆でメモリーズラストを聴いていただきました。お送りしてきました NBC ユニバーサルラジオプレイリストラジプレ、本日のエンディングテーマは6月29日にこちら待望のファーストアルバム、はい、こちらリリースを控えてますエリカルで、こちらグレブリーのオープニングテーマですね、オルタネート聴いていただいております。はい、楽しみですね。うん、6月またリリースあるから、まあもう6月始まりましたから、はい、まあ、後半の週とかでね、うん、まあ、リリース特集会やりたいですね。そうだね。ホトコさん、ヘリカルさん、うん、お二方こちらね控えてますんで、ぜひぜひ、ね、ちょっとヘリカルさんからも、ヒカルさんからもちょっとそうだ、ねね、コメントね。タイミング合うといいな、ね、ぜひぜひこちらお楽しみに、はいはい。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはラジプレアットマーク NBCUNY.com、 ツイッターはハッシュタグラジプレ、 YouTube のコメント欄もご活用ください。こちらおしばさんのコーナーですね。あなたの思い出に残っている NBC ソングのリクエストをコメントとともに送ってください。ぜひぜひね、こちらなんかね、せっかく30周年なので、うん、なんかいろいろ何でもいいですもん、ほんとほんと、もうね、ぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。はい、というわけでございまして、次回はですね、来週6月の8日、はい、配信予定で、来週もまたいわゆる通常回というね、やりましょう、形になるので、うん、来週はレジェンドディスクやります。来た。はい、レジェンドディスクは中島由紀のチャプター1。あー、ついに、なんか本当2020年ですね。そうですね、最近の作品をやるようになりました。はい、ぜひぜひまた聞いてくださいね。それではここまでのお相手は住川隆一と NBC の上田と NBC 中西でした。バイバーイ。場所には待ちる受ける花乱れ咲き待って落ちて生き返る